Thank you.
一番手の取り組みですね。いや本当にね、どれもこれもと言ってはあれなんですけど、ね、はい、やっぱり22年生きてきた中でも、はい、その私は22歳じゃないですか、はい、だから先輩と呼んでいいのかわからないほど先輩たちが集った安らぎの里という、はい、あのテレビ朝日系のドラマはですね、やっぱりこう毎日がエキサイティングというか、はい、もうあの皆様が話されてることは本当に雑談すらも伝説級の雑談なんですよ、はい、なんか登場人物がね、そうだし、あの前のドラマこうだったよねとか、あの時代のドラマってさっていう話すらも、例えばですよ、今こうやって私たちちょっと有線に繋がれてますけど、はい、ドラマとかバラエティだとこう皆さんはご存じないかもしれないけど、上にこうサブっていうのがあって、はい、そこから指示を出してバラエティを進んでるんですね、はい、ドラマもそうなんですけど、はい、それが有線だったんですよ。それが有線、その下でフロアディレクターさんが、はい、了解ですってインカムでやってるんですよ。まあ、飛ばしてますね。そう、あれが、まあ、当然のことなんですけど有線だったんですよ。繋がれてた。そう、だからみんながつながれてるから、ディレクターさんたちがこう、エディさんたちがこうやって回ると、体が絡まって絡まれちゃうんですね。そう、それ聞いたことなかったです。まあ、当然ね、有線の時代はあっただろうなと思うんですけど、はい、上とこうつながってるっていうのは、だから今みたいにヘッドホンからこう上にね降りてくるタイプのガソリンスタンドそうそう、だから、なんか本当にそういう、なんて言うんでしょう、多分本当に他愛のない雑談だったと思うんですけど、私からすると衝撃的な、めちゃめちゃ貴重なでした。ちなみにプライベートの時間とかもあったんですか？プライベートはですね、今年も相方の伊藤沙莉と共に過ごした1年だったと思うんですけど、はい、だから今日もね、ぜひともここに来てほしかったんですけど、やっぱ私、アバロン、そして伊藤沙莉っていうのが、あのなんでサブリーダーみたいな感じだったんですよ、はいはいはい、だから本当に今日も来てほしかったんですけど、私の親友の女優伊藤沙莉は北九州で舞台公演中です。残念でございました。頑張れ沙莉、こちらも頑張っていただきたいですけれども、はい、そんな、ね、女優としてますます磨かれてパワーアップしている